はい、こんばんは、山城と申します。さあ、久しぶりになのかな。どんなペースで上がってるんだろうな。亮太山田の誰も聞かないラジオじゃない。毎回間違えるな。亮太山田の滑らない、つまらない話ですね。滑りまくりますよ、というね、やつでございますけど。まあ、何せね、これね、何がいいかっていうと、顔出しじゃなくていいんでね。まあ別に、顔出し NG でやってるわけじゃない、ね、人間なんでね。別に顔出してもどっちでもいいんですけど。言うてね、やっぱ顔写すね、動画で撮ろうと思うとね、まあ言うてね、ちょっと労力がかかるわけでございましてね。まあそれはそれで大変だからな、ということでございますね。まあ今日も、ちょっとなんか寝つけないんで、寝つくまでの間のちょっとした小話というかね、雑談しようかなと思います。まあ本当はね、ちょっと資料をまとめて作りたいなっていうやつだったんですけど、まあタイトルにね、入ってると思います。YouTuber って本当にもうオワコンなのかというね、ところでね、ちょっと語っていこうかなと。まあ言うてね、まあ私は YouTube を始めたのは、YouTube の動画投稿は2019年の2月、1月の末か、2月ぐらいから始めましたと。1月の末ですよね。2月に旅行行ってきたんでね、外ロケが2月からでしたもんね。っていう感じなんでね、まあ決して YouTube は長くないですけど、まあ、ね、何回か、他のところとかでも言ってますけど、もともとはね、ニコニコ動画の方で、投稿の方を開始してました。で、今ね、残してある、一番最初にね、撮ったやつはね、残してあるんで、それでわかるんですけど、2009年の8月の25日ですね。ですからもう12年以上前に初めて、一応動画投稿をね、してるわけでございますよ。まあね、当時からね、かなり、珍しい、当時としては珍しい実写でね、顔出し、一応顔ギリギリ映ってますよね。まあ別に隠すこともねえやっていう感じでね、言うで、しかも40分間ね、すげえグダグダと雑談をしながら、カード開封をするっていう動画をね、撮ったわけでございますけど、いや、懐かしいですね。で、その頃からね、動画投稿をして、まあ、あの時はね、なんでね、そんな動画投稿を始めたかっていうと、まあ、どっかでも言ってると思いますけど、ラジオか生放送とかでね。まあ、当時、ちょっとね、リーマンショックとかがあって、かなり仕事の方がね、怪しくなって、いよいよこれ食いっぷちなくなるぞ、次のバイトも決まるかどうかわからん、ね、仕事が、本当にあるかどうかわからんって、本当にね、そんな状態だったんですよね。まあね、今、30、40とかね、4、50とかの人だったらね、結構経験あると思いますけど、逆に50超えてるとね、リーマンショック、まあなんか大変だったね、なんかボーナスとか減っちゃったよねとかっていうくらいのレベルだと思うんですけど、うちの場合は本当にもう死活問題でね、もう給料も本当に大丈夫かな。本当に振り込まれるかな。それぐらいのね、結構ギリギリのところになっておって、まあ、実際かなりね、給料はだいぶ厳しかったところだったんですよね。リーマンショックなと。で、いよいよそんな状態でも、その仕事すらもね、もうなくなるぞという感じで、なんかね、当時、今もまあそうなんですけど、資格とかね、本当に資格試験とかそういうのがね、全然私取れない人間なんで、無資格なんで、なんで、全然他の転職先もね、全然目星がつかないし、まあね、その天下の発注とか雇ったからね、まあ、天下じゃなくてね、正確に言うと、天下以外のところの担当で、実は私、天下の発注は、まあ、やった、発注を入れたことがあるのはあるんですけど、メインはね、実はね、天下の発注担当と、別のね、バージンループとかね、いろいろあるじゃないですか。アーティットでね、実は流通が違うんですよね。まあ、ちょっと裏話になっちゃいますけど。なのでね、私はその、天下とか、
じゃない方の流通の方のカタログの方を担当しとったんで、そっちの方がいわゆる総合的にいろんなグッズがある、方なんですよ。なので、楽しかったですけどね。スケベイスって原価こんな値段なんやとかね。いや、カタログはね、機会があったら私またちょっと手に入れたいですけどね。めちゃくちゃ面白いですよ。いわゆるジョークグッズ。まあね、ゴムとかからね、ディルドとかね、いろいろとあるじゃないですか。あれがね、全部ね、その原価とね、まあ当然ね、その発注書ですから、原価とかも載ってるわけですよ、カタログにね。で、型番とかいろいろとザーッと書いてあって、こんなのもあるんやって言ってね、発注はね、本当にね、ただただ楽しんでました。スケベイス入れたのは、あとね、モザイク処理機はね、無駄に売れましたね。あれはだいぶ粗利を稼がせてもらっとった気もしますけど。いやー、懐かしいなーなんてこともありますけどね。まあ、そんなようなね、ことやっとったんで、まあ逆に言うと、結構、仕事、収入はね、怪しくなるぞと。でね、次の就職先もね、天が発注してました。よし、じゃあ君を採用だ。なかなかならないですからね。エロゲーとかに関してはね、発注、まあ、正直、まあ、店の、わかるな。大丈夫、いける。ぐらいでしたね。秋葉原とかのね、ような店舗、別に行って発注やってって言われても、まあ、できるよっていうくらいにはね、特に PC ゲーム、同人とか、そっち系のやつはね、数、読んでやってましたんでね。そう。ですけど、そんな人ね、普通の会社はね、じゃあ君を採用だってならないんですよね。まあ実際ね、当時、結構受けたんですけどね、何十社受けたんだろうな。まあ、もう全部ダメでしたね。で、まあカラオケのバイトに結局落ち着くんですけど、それも本当に先が見えなかったんで、本当にね、そういった感じで次の仕事あるのかわからないっていう状態だったので、何か技術つけとかないとなって言って、まあプログラマーがねできたらいいんですけど、私もね、もう当時ですらもう完全に骨董品だったベーシック98をね、しかも軽く触っとっただけですよ。簡単なプログラムが打ててね、プログラムのその要領書、指導書みたいなのがあったら、それ通りにね、パーッと打ち込んでデバッグをしてぐらいしかできない、レベルですからね。N スクリプターをちょっと学ぼうかどうしようかなっていうふうに考えてたところら辺だったんですよ。ただ N スクリプターを学んでもね、今ちょうどね、AI のイラストとかが、技術ができてきましたけど、おっと、なんかなってる。大丈夫かな、入ったかな。パトカーが走ってきましたね。なんだったっけ。エロゲの発注はしとったりして、乗ってけば大丈夫だ。で、手に職をつけないといけないっていうので、N スクリプターとかね、そっちの方で出そうかなとも思ってた。もともとね、もうその当時から、すでにサークル活動ね、この今のスターステール、もう当時は名前スターステールになってましたね。2006年にスターステールの名前になってるんで。やってたんでね、その時からね、一応、コンセプトはゲームからカレーまでって言ってたんで、まあカレーを作ってたんで、ゲームをね、作りたいなっていうのは実は、まあ今もあるっちゃあるんですけど、なんですけど、ゲームをね、作るようにするにはね、そのプログラムの方は N スクリプトは多分、まあこれは多分勉強しちゃ、打てるようにはなるな。で、まあシナリオをね、書いたりとかっていうのは、まあ、もともと小説図とか書いてます。それこそそっちの方が一番長いですからね。でもプログラミングの方のが長いんか。1909、そうですね。プログラムが中2から始めて、プログラミングの合間にちょっとワードプロセッサーソフトを使って、ワープロソフトっていうのを使って、ちょっと文章を打ち始めたところから小説書き始めたんで、プログラミングの方が実は先ですね。なんですけど。とはいえ、ですが、まあ、その2つはできる。ただ問題はね、ゲームを作ろうと思うと、イラストが描けないといけない。これがもう壊滅的にダメだったんですよね。なのでね、そっちの方は難しいな。じゃあ、あとなんだろうなと思ったら、ニコニコ動画っていうのが始まったわけですよ。まあ、もうすでにニコニコ動画、YouTube、存在自体はしてたんですけどね。
なんて言ったらいいの、アップロードをかけるとかっていうのはちょっと敷居が高かったんですよね。で、ただ、ニコニコの方と、どっちがやりやすいかなっていうのがちょっとね、本当にね、もう10年以上前の記憶たどるところなんでね、微妙なんですけど、まあ、どっちにしろその動画投稿の方のが、まあ、変な話、体一つでできるし、で、当時、Windows の XP っていうのが始まりだして、で、Windows ムービーメーカーっていうのが初めてプリセットで入ったんですよね。XP から。要は、動画クリエイターとか、その動画をみんなが編集するようになるっていう、エディションするっていうのはちょっと読めてたんでしょうね。Windows の、マイクロソフトさんも。ただ、実は、当時、Windows 2000とかの頃だと、もう動画編集とかするっていうのはかなりね、ちょっと Windows では厳しくて、もうビデオボードとかもあるような、結構ハイエンドのやつを買って初めてやっとできるかなっていう。で、しかもそこからソフトを買ってとかって言って、かなりめんどくさかったんですけど、Mac はね、もう当時からファイナルカットだったのかな。ファイナルカットじゃないソフトだったかもしれないですけど、いわゆるそういった動画編集とかはもう Mac は、はい、Mac 買ったらできますよ。もうプリセットのソフトも入ってますし、スペックも動画編集とかできるようにもうちゃんともともとなってるんで、Mac 買っときゃ安心だよねっていうような時代があったんですよね。まあ今も Mac はそれは一緒ですけどね。MacBook 買っとけばまあ問題ないですもんね。で、まあ、ファイナルカット、まあ、大体ね、アドビープレミアとかいう人が多いですけど、まあ、東海オンエアさんみたいにね、かたくなに、ファイナルカットで行くんだっていうね、人もいます。まあ、逆に言えば、東海オンエアさんの、動画のような、ね、作りとかも、ファイナルカットで十分できるっていう、つまり、ちゃんと、世に出せるクオリティのものを作れるっていうことでございますよね。いうのがあって、まあ当時は本当にもっと歴然としてたんです。今はね、Windows 使う人も、まあまあ言って Mac 使う人の方が多いかなとはいう感じですけど、ですのでね、あれなんですけど、ただもう XP になるまではもう全く歴然とした差があって。で、いう中で、まあ一応私が持っとったパソコンは、まあ動画編集は、まあギリできるかなっていうぐらいのスペックね、と XP の時に買ってあったんで、で、あれなんだったっけな、ザクティで撮り始めたんですよね。三洋電機さんが出しとったね、縦型で持ってこうやる。今の DJI ポケットをぶっと起こしたような感じって言ったらいいかな。縦長のね、やつで、それで、ね、安定して撮れるよっていう。だから当時としては結構先進的で、パタパタっとしたね、折りたたみの、液晶がついておって、それで簡単に手軽に撮れますよっていうのが、出始めたのが、ザクティだったんですよね。で、ザクティ良かったんだよな。そうだ、思い出した。キッシーさんだ。キッシーさんがもともとそれを持ってたの。たまに動画に出てもらうし、この前もね、また動画の収録はね、してきたんで、後々ね、公開がされると思うんですけど、多分サブチャンになると思うけど。で、そう、キッシーさんがもともとカメラを持っておって、で、彼が確かニートになるとかっていうので、荷物をね、ちょっと味方にしないといけないっていうようなのがあったのかな。で、それで時に交渉して、じゃあさ、ちょっとザクティさ、安値でさ、譲ってよっていうような感じで、ね、ちょっと本当に安い、買い取り価格ぐらいのね、やつでね、5000か1万円ぐらいでね、じゃあちょっとそれで、俺なんか動画撮るからさ、って言って。で、そのザクティで、さあどうやって撮ろう。ただね、当時は三脚とか何もね、何もノウハウも何もないし、立てながらなんでね、置いて撮るってのはできなかったんですよね、ザクティは。でね、それであれだ、しまっちゃんにね、お願いして、ちょっとカメラ回して、開封動画でも撮ろうぜ、って言って、いうのでやり始めて、のが最初でしたね。まあ一応当時まだカードショップだったんでね、一応カードショップのその販売促進につなげれたらいいしっていうのもあって、もう全然顔出しでね、ただ一応名前はワンワンでやってたんだな、当時。山寮じゃなかったんですよね。そういえば、こんばんは、ワンワンと申しますっていうように言っとったんでね。そう、一時期ワンワンって使ってた。
一応動画用に、まあ一応本名を探すのはあれかなっていうんでね、一応本名、山女だとね、完全に辿られるし、あれかなっていうんで、一応ワンワンって名前、ワン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 っていうのが正式名称でね、やっておった、あれでしたっけね、どっかでも見たことあるかな。1イコール01って書くっていうようにして、1イコールにすることによって、ソフトでね、名前順のソフトにしたら、絶対にその一番上に来る名前、どんなクリエイターさんが現れても一番上に来る名前で、しかもワンワワワンっていう名前、略称はワンワンにすることによって、ワンワン、ワトンだけじゃないですか。そうすると50音で一番下に来るだろうと。まあね、今、んだほさんがいるんでね、確実に一番下の座はね、んだほさんに奪われるわけですけど、とかっていうようなね、浅はかな知識でね、あ、ちょうどワンは、1は01って書いてある、ワンは、わ、0がね、わで、わワンになるから、これで一番上の相当にも取れるし、グローバルにはね、一番上の相当も取れるし、一番下も取れるって言ってね、これやってて、ワンワンって名前でやり始めたなっていうのがありましたね。うん。っていうのを一時期とか取ったら、それがもう13年くらい前ですね。うん。まあ、早々に使わなくなりましたけどね、あれ。っていうのがあったりしましたね。で、いうようなことで、なんだ、何をぐだぐだ話してたんだったっけ。あ、そう、それいうのがあって、ゲームの方を作るのはまあ大変だし、っていうので動画撮ってね、まあ、2009年なんでね、もう YouTuber っていう言葉の言うの字もなかった時代です。それで、どうしようかなと思って、YouTube もアカウントは撮ってあって、まあ、そのアカウントはまたちょっと後々動かしたいなと思ってるんですけど、まあ、今はね、自分のね、そのスターステル、自分のやつはそっちのその2009年作ったやつが個人のやつなんで、今もね、フルネームの山田亮太で登録してありますけど、そっちはね、まあ1000人超えたらね、一応、スターステルの総合チャンネルが1000人超えて、グループで本格的に動かすよっていう形がね、構築できてきたら、個人でね、一人で上げる動画は、そっちのアカウント、今も残ってあって、実は、視聴とかには使ってるんですけどね。そっちの方向がそこだと思いますけどね。一応作ってた。で、どうしようかな。YouTube であげようかな。ニコニコであげようかなと思った時に、何だったっけな。確かね、これ記憶違いだったら申し訳ないし、誰も、もう、記憶になる人がいないと思うんだけど、確か YouTube が10分以内の動画しか投稿ができないっていうのがあったんですよ。そう。で、ニコニコ動画は当時 1GB だったかなまでの動画がしか投稿できないというようなルールがあって、ニコ動って今もそうですよね。近くで 3GB までの動画が投稿できる。だから、画質をそうとすれば、いくらでも長い動画が出せますよっていうのがニコ動の方で、YouTube の方は基本的に時間制なんですよ。今は最大12時間かな。ってなってますけど、今も認証してない、アカウントだと15分以内という縛りがあったりするんですよね。っていうような、作りだったりするんで、確かそれが当時は10分だったんだと思う。それでトーク動画、雑談系とかを上げるんだったら、10分ではきついよなってなって、まあどうせ出るんだったら、じゃあ画質とかもどうせガンガン落として、当時からね、少しでも画質を良くして、クオリティの高いものを出して、それでまあ、個人の動画投稿って、10年以上前の動画って、東海さんとかでも、初期とかでも、ヒカキンさんとかでも、はじめさんでも何でもいいし、当時の動画って5分以内とか、まあ長くて6分、7分とかでまとめるよっていう動画がね、多かったっていうのは、そういった経緯があったと思います。まあ、もともと、そんなに長い動画の投稿ができなかった。まあ、っていうのがね、あったなっていうのがあって、まあ、その中で長いやつを投稿しようと思ったらニコ動やなっていうので、ニコ動の方でも超低画質でね、心をかけて、YouTube、ムービーメーカーでね、無理やり編集してね、どうやったらいいんやって、一応なんか答えエフェクトできるわとかって言って、ペランってエフェクトとか、とりあえず入れてみたりしてね、やったりして。ことがありましたけどね。はあ、そんなこともありましたね。で、いうのがあって、それで私はニコ動の方にいた。まあ、で、YouTube の方も、だから、
まだ全然 YouTuber さんで出てきてなかった。時系列でたどると2009年に、動画クリエイターとして日本で投稿してたのって、私が確立できてるのはヒカキンさんと、メグさんか。メグさんは投稿してましたよね。で、ヒカキンさんも今のヒカキン TV じゃなくてね、個人のヒカキンチャンネルのやつで、ビートボックスとかを上げとったっていうような時代ですよね。ヒカキン、まあ、実は当時、2007年に確か一番最初の投稿してるはずですけど、ヒカキンさんは。さすがにあれはね、リアタイでは見てないです。ヒカキンさん知ったのは2010年か2011年ぐらいだったかな。ニコニコ動画のね、動画で、まあこれも中でも動画で言ってますけど、ニコニコでチャンネルも持ってるんですよ、ヒカキンさんって。もともとオープン主なんですよね、ヒカキンさん。どっちかというと、そっちの方でいろんな、あれだ、マリオのね、音の、をビートボックスでやってみたとかね。あとは、ビートボックスでバッドアップルとか、あのあたりの動画で知ったですよね。バッドアップル、あんなに、加工なしでね、音でできるにはすげえなっていうので、ビートボクサーっていうのがあるんやなっていうのを知ったなって、本当にそういうようなレベルだったんですけど、っていうような感じで、うちはまあそんな感じで、まあだから何があれかって言ったら違う、今日の話はその昔話じゃないんだ、本来はね。そこからね、何かっていうと、本当に YouTube はオワコンなのかっていうのをね、見るのに、まあ、一応にそのニコニコでね、上げて、2009年からやってる、ね、一応この動画業界ってのを見てきて、まあ当時はね、本当に、そんなんで本当にご飯が食うようになると、確信はなかったんですけど、いや、何かしらその動画の編集の仕方とか身につけとけば、何かの役に立つかもしれんというので、とりあえず動画を作ろうって言ってね、がむしゃらに、作ったのが、2009年の投稿しとった動画ですね。まあ、そこから程なくしてね、実は仕事の方がね、結局まあ、カラオケでになったんですけど、すっげえ忙しくてね、週100時間以上とか働いておったりしとったんで、全然そんな収録する時間がなくなっちゃってね、たまに弾丸旅行に行ったので、一応カメラを回したりはしてたんですけど、なんかそんなになんかもうちらぶつ切りみたいな動画しか撮れなくてね、まあだから当時 YouTube はそういったぶつ切りみたいなやつを上げとったって上げとったじゃないですか。だから東海さんでも、初めて相馬さんが出とったとかっていうところで、ハンモックねとか、ハンモックの動画とかね、相馬さんが芝生の家のハンモックのところでガシャンってなるとかって、あれなんかもうメインの動画です5分とかで、ああいうような感じのね、本当にワンポイントワンポイントのやつしかね、まあその、カメラの技術的にもちょっと取りにくかったんですよね。あとメモリーカードもね、当時はもう今の100分の1とかのね、容量のね、やつとかでやってましたからね。それもあって、かなりちょっと、そんなに長いことずっとね、回し続けてっていうのが難しい。バッテリーとかも大変でしたからね。乾電池とかでやってたりしましたからね、充電を無理やり。そんなね、時代ですから。そうですね、あれが2013年とかだから、そうですね。撮ったりしとったの2011、うちから撮りたりしとったのに2011年、2012年とかでそういうようなのをやりながらね、いろいろと試しながらやってましたけど、まあ、あれですね、ST088 で、アーカイブで上げてあるのがあるんでね、YouTube に今ありますんでね、それも見てもらったらいいかなと思いますけどね。っていうような感じで、まあ、YouTube 行こうかどうかってなった時に、まあ、結局、うちは YouTube は、ちょっと違うかなって。あんまりちゃんと、YouTube って言うと、どっちかというと、もう本当に違法アップロードのテレビを見るところみたいな感じがあったんですよね、うちらの世代にはね。で、2014年ぐらいとかから、そうですね、捨てラジの放送再開しようかなとかって言って、画策しとった時期があったんで、2013年とかのところに、なんか YouTuber って言葉がなんか出てきとるなっていうので、ちらっと見てみたんですけど、なんか、まあ、いわゆる過激系の動画を見たんですよね。なんか、それこそゴキちゃん、生きたゴキちゃんをなんか食べる動画とかを見た記憶ありますね。メグさんのなんか、ワニパックンの画鋲のやつとかも、
あれはもうちょっと前に見とったかもしれないけど、で、なんか生きた呼吸を持った、ね、人がおって、なんかルームシェアみたいなのしてるところで、それをね、なんかロンゲの兄ちゃんが出てきて、え、くれるのありがとうって言って、動いてる呼吸をむしゃむしゃ食べる動画とか見て、あ、これが、それが受けてるって言って、これが YouTuber だってなっとったんで、あ、これはきついなっていうのでね、よし、まあどうせね、銅鐸やし、じゃあニコ動の方でやった方がいいのかなっていうような判断をした記憶がありますね。ただニコ動はニコ動で、あんま肉声動画が好まれない。まあこれはもう、当時からもうゆっくりだったし、2009年の頃からゆっくりの方が多かったのかな、2010年とかね。ですしね、もう今もね、コトノハオイちゃんとかね、ズンタちゃんとか使ってる人多いですよね。そういう感じで、ボイロね、買う人が多い。ゆっくりも、相変わらず熱力多いですしね。っていうような感じなんでね、肉声でやってる人、ちょっと少ないところでね、まあちょっと肉声でね、やってる実写声もね、ちょっと、なんか盛り上がっていきたいな、ニコ動で盛り上がっていきたいなっていうね、気合もあるんですけど。っていうような感じでね、まあ、守ってきてたね、身からするとね、まあ一応ね、年もね、まあメグさんは俺より上なのか、メグミさんは40代の人だから俺より上ですけど、他の YouTuber さんってほぼほぼ年下なんですよね。だからヒカキンさん、セイキさんも全然うちより下だし、昭和生まれですからね、言うたって、私の方はね。っていう風に見てみると、まあ一応ね、その昭和生まれで、まあ一応昔から動画投稿しとった身として、YouTube をちょっと解析してみようかなって。前振り長すぎて誰もついてきてないだろうな、これ。っていう風に思うんですよ。一応書いときますね。27分からね、本題に入りますと。業務連絡入れときます。概要欄にそれだけを書いときます。チャプターにしとこう、さすがにこれはね。ってことでね、まあ今昨今ね、結構ラファエルさんがね、収入が10分の1に落ち込んだとかって言って、結構いろいろと話題を呼んでる YouTuber オワコン問題ってやつですね。で、これも本当はね、ちゃんとデータ取ってやろうか、やりたいなと思っておって、あんま喋ってなかったんですよね。ただね、ちょっとデータ取って数字がかいろいろと大変なくて、っていうのは、今ね、ちょっと別の資料の作成を、こっちがね、1月の中旬前にちょっと作らないといけないデータの資料作成が発生してるんで、こっちの方が忙しくてね、多分あまり YouTuber のその方の解析、こっちの方、この解析はまだね、ちょっとね、データの解析がいろいろとかなりね、いろいろといるんで、難しいんでね、ちょっとね、その辺りは、考えもんかなと思うんですけど、まあ最近ね、見ておってもね、まあ、どこも結構再生数を落としてるなっていうのがあるわけですよね。まあ、コムドットとかもね、結構勢いあって、今、再生数を落とさずに伸ばしてきてるっていうと、どこなんだろう、コムドット、ヘイフラか。コムドットさんと、平成フラミンゴさんね、は、伸ばしてるかな。まあ、ちょっと、平成フラミンゴさんは、ちょっと投稿頻度がね、ちょっと今落ちてるから、またちょっと、話が変わってくるかもしれませんけど、っていう中でね、でまあ逆に50代の上のね、そうだとエカチャンネルはね、ガツンと伸ばしてますよね。200アベレージ取ってますもんね、言うて。多分ね、200切ってる動画もあるけど、300、400とかまでどんと跳ねる動画もちゃんと持ってるね。アベレージ200多分持ってるんですよ。というようなね、感じのところがあったりするんですけど、それ以外のところね、いわゆる今までトップ YouTuber って言ってね、輝かしい、功績を持ってたところが結構苦労してるっていう話でね、あるんですけど、まあこれもね、ちゃんと解析してみないとね、なんとも言えないんですけど、まあ一応ね、全般的に言えることとしては、YouTube としては今ちょっと減っていく傾向にあるのかなっていう気はするんですよね。っていうのは、新規の取り込みが、結構頭打ちになってる感があるっていうところがある、ですよ。何かっていうと、新規の入ってくるところっていうのが、いわゆる若い子ですよね。
若い子がどれぐらい入ってくるかってなった時に、やっぱり今も若い子、TikTok から始まって、TikTok からもうちょっと長い動画を本格的に見るように YouTube に移行してくるのかなと思ってたら、そのままやはり TikTok なんですよね。もう短い動画に投げてしまってるっていうところがある。で、思った以上に YouTube には流れてきていないっていうのが、これが一番の問題にあるんですよ。で、じゃあ入ってくるところがいなかったら頭落ちでそのまま横ばいなのかって言ったらそうじゃなくて、入ってくるところがないと、必然と風船のようにしぼむんですよね、YouTube のマーケットが。ね、なんでや、今まで見とった人は、でも熱心に YouTube を見てくれるはずやないかと思うかもしれないですけど、そうは問屋がおろさないわけでございますよ。ってのもね、やはり、YouTube とかをガンガン見れるのって20代前半までなんですよね。で、いわゆる学生、大学生とかの時期っていうのは、まあ、遊ぶ時間いっぱいありますから、見れるわけでございます。まあ、理系だとまたちょっと変わってくるんですけど、まあ、基本的にはでも大学生が一番時間がある。で、新卒でね、入りたてとかだとね、まあまあ、まだね、仕事も忙しいけどっていう感じで、余暇の時間も多少ね、作れるんですけど、それがね、だんだん20代後半とか30代に入ってくると、2つなくなってくるんですよ。1つは仕事の方をそのまま行くと、仕事でちょっと役職とかに就いたりとかしてね、だんだん夜が遅くなる、ことが増えてくるわけでございますね。いや、責任ある立場になってくるわけですよ。ってなってくるとね、若い頃みたいにね、はい、じゃあ定時で帰りますとかっていうわけには、いかなくなってくる、立場になる人が増えてくる。まあまあまあ、まあ、そういう傾向、これはもう全体的な傾向のマクロの話なんでね、になるんですよ。で、もう一つ、年を取ってくると30とかになってくると、結婚、出産、子供ができるとか、そういったような家族ができるっていうところが出てきてくるんですね。そうすると、結婚するとね、当然、家庭のこともね、考えていかないといけない。それに加えて、特に子供が生まれるってなると、今度、子供が、生活の主軸になっていくわけですよね。で、子育てとかそういうようなところが入ってくると、ここで一気に、ガクンと動画を見る余裕っていうのがなくなってくるんですよ。で、そうやって余裕がなくなってくると、逆にこの TikTok とかみたいに15秒とかだったらね、ちょっとパッと見てとかっていうのはあれですけど、10分20分の動画っていうのをだんだん見るのがしんどくなってくるってなるわけですよね。じゃあ、いやいやいや、でもそんな中でね、余裕のある人とかもおるかもしれんっていうところなんですけど、厄介なのは、この30代くらいになって余裕がある人っていうのは、ネットフリックス、ダゾーンとかで、ディズニープラスとかで、がっとり映画とかそういった完成された、もうすっごいバリバリ予算かけて作ってある映像作品の方に流れちゃうわけですよ。これが厄介でね、特にダゾーンもそうですね、新ネットフリックスとかも全体的に言うのは、長時間の尺、2時間とか、見るのにかかるような動画で、有料なんですよね。これ有料だと、払った時点で、払った分を、しかも定額制じゃないですか、基本的にはね。定額制のシステムっていうのは一つ妙で、払い出したら、もう払った分、元取ろうと思って、いっぱいそのコンテンツ見るんですよ。そうすると、じゃあどうなるのか。もう必然的に YouTube を見る時間が相対的に減っちゃうんですよ。だから時間に余裕がある人、まあ大体そういう人が結構、私、得てして、お金に余裕がある人でもあるわけですよ。貧乏暇なしって言って、私なんて見てみてくださいよね。全然暇っぽなく、やり続けて、やっとこさ、生きながらえてるっていう人は、いう人はやっぱ YouTube に流れやすいんですけど、逆に言うと、もう YouTube を見る余裕もなくなっていく。で、裏を返せば、余裕のある人っていうのは、そういう流れでペイした、3000円とか4000円とか払ってね、ネットフリックスとかそういうのを予約するわけですよ。そうすると、そっちの方のコンテンツ、完成度も高いですし、見るようになってきますよね。そうすると、 YouTube わざわざ、見る時間あったら、それネットフリックスで、ね、高い金払って見とるんやから、それやったらちょっとダゾーンでね、ちょっと別の試合見ようかなとか、そういったね方に流れちゃう。
だから YouTube は全体的に置き込むっていうのは仕方ないんですよ。長期的に見たらこういう傾向がある。でさらに言うと、ここ最近ちょっと再生数が伸び悩んでるなって言ってわー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 なってますけど、これはねもう単純にワールドカップです。短期的なところでいくとワールドカップとかああいうので、それこそだからダゾーンとかそういうところで、多分もうワールドカップって言ったら何千万再生とかっていうような YouTube の再生回数にね換算したらになるわけじゃないですか。ライブで見てる人たちね、みんなあれ見てるでしょ。で日本戦だったら日本人の人たちみんなあもうあちこち見てたじゃないか。 YouTuber の人たちも解散して応援してってやってたじゃないですか。ってことは YouTube 当然見る人は相対的に減るわけですよ。 YouTube のサーバーにアクセスする人がめちゃくちゃ減るんですよ、うん、ですのでね、うん、だからあれですよね、第1次のコロナが最初に出て世界中でロックダウンが起こった時に、実は、ポーンハブエロサイトのね、世界的に有名なエロサイトのところはもうめちゃくちゃアクセスが増えたっていうのはね、それは自粛する人があった、時間ができた、でさらに濃厚接触ができない、たまるもんたまる、みんながエロサイトを見に行ったんですよね、っていうような傾向があったりするわけです。そういった大会的要因でいくと、ワールドカップやってた期間っていうのは当然みんなそっちの方に見るところが増える。それが何千万単位とかっていうね、いうような単位で日本戦とかになったら日本だけでも動くわけですよね、世界中で見たら億単位の人がそれを見るとかっていうので動いたりするわけじゃないですか。っていうことは当然 YouTube を見る人は相対的にそんだけの数のパイが減るんですが、絶対そりゃ減るんすよ。再生回数落ち込むんですよ。これは仕方ないです。だから東海、オンエアとかでも200万再生あれなんかいかないなっていうようなのがあるのは、まあもうそれも知らないですよ。もう、うん、ワールドカップに勝てるコンテンツをじゃあ作れるのかっていう話になってくるんで、それはねあまりにも困難です。というかそれに挑戦し始めたら逆に身が滅びるんでね、そこはもう住み分けだと思いますのでね。ただ問題なのはこれでそのまんまダゾーンとかそっちの方にずっと流れてる、まあもちろんその有料コンテンツやってるね、ネットフリックスとかそういったところもそうやってきてね、こっちに流れてきたお客様をね聞いとくれたらいいね。それは日本の政府じゃないんですよ。ちゃんとコンテンツ用意してお客様を飽きさせないように作ってるわけですよね、うん、魅力的なコンテンツをちゃんと作る競争力があるわけですから、ネットフリックスもダゾーンも、っていうようなところで行くとですよ、うん、民放 NHK とはそこら辺が全然競争力が比べ物にならないんで、当然 YouTube もその競争にさらされると。で、YouTube がさらされた結果、まあ、ね、下請けって言ったら言い方悪いですけど、そのね、中で活動してる人の、再生とかにも、まあ、影響が出てしまう。これはもう仕方ないんです。うん。ね。しかも今、YouTuber として活動してる皆さんって言って、成功してた人たちっていうのは、同世代からちょっと下の世代をしっかりとファンとして取り込んでたっていう傾向が強いんですよね。ちょっと例外は、フィッシャーズとヒカキンさんが。いわゆるキッズの層にもすごく、定評があったところっていうのがあったりするんですけど、まあ、そういったキッズのところっていうところはキッズのところで、実はキッズが離れた時にその離れてたキッズが、まあ、見続けてくれるかっていうところが、ミソになってくると、まあ、逆に言うとそういったところから YouTube の中でも、地殻変動があって、まあ、もうちょっと大人向けのね、まあ、東海さんとかっていう動画の方が好まれるようになってきたりするっていうのがあるのかなっていうふうに思いますよね。うん、っていうふうに見てみると結局そこのところは大まかには関わらないのかなと。で、じゃあキッズ、10代のキッズ、今もうほぼほぼ TikTok と LINE しか開いてないぐらいの勢いです。他のアプリを見たことがない10代の子で、ね、YouTube 開いてるのはあんまり見ないっていうね、悲しい現実があるわけでございますけどね。まあそこのところのアプローチとかはね、いろいろと、まあこっちもこっちでね、まあスタしてるのはスタしてる考えてはいるんですけどね。まあ、日本のキッズを狙うというよりは、世界的にはね、アメリカ英語圏とかでもね、ちょっとね対応できるようなね感じのね抱えてるなっていうのはちょっと裏話として入れといて、うん、っていうのがあるんで、もうねこれも減るのはしゃあない。でまあちょっと懸念点は、今から5年後
に20歳、22歳になるような子たちが YouTube をどれくらい見てくれるかにはある程度かかっていると思います。で、まあ、20代、30代のところっていうのはそんな感じでもう全体的にその再生数として減るのは仕方ないんで、問題はここからどうビジネスとして見るときにはですよ、いや再生数は取れないけど、変な話ですけど金は取るようにするっていうのが、まあ、例えばメンバーシップを強化するだけど、メンバーシップっていうのはある意味時間をね、提供するところになるんですよ。時間の提供と、物の提供っていうのがあるわけですよね、そのサービスっていうところを見ると。で YouTube っていうのは比較的その時間も提供してる、楽しい時間を提供するっていう、ちょっと軽微な方なんですよ。動画コンテンツっていうのは軽微なんですよ。実際には、ビジネスとしてね、行っているところっていうのは、マーケットとしては、やっぱ物を売るっていうところが大きくなってる。物とか情報ですね。物、情報でも、いわゆる、動画みたいな感じのやつではなくて、まあ本だったりとかね、いうような感じの情報とか、いうようなところになってくる。そうするとそういったものを、物として売る、っていうのを強めていくっていうのは一つやっぱり重要な味噌になるわけですよ。っていうのは、それをね、今見てくれているうちにそういった導入をするっていうのが非常に重要で、一回離れてしまってからだと戻ってくる。来てもらうのって難しいですよ。継続してる中でなかなか見えなくなってるなっていうところで、あ、こんなグッズとかね、そういうのがあるんだ、じゃあそういうの買って応援しようっていうふうになると、そのまま継続していくんで、いわゆる継続課金じゃないですけど、そういうような感じでいくと、だからそういう意味でいくと、そこのところがすごくうまいなっていう人を3組挙げるとするならば、まあ一つ目はヒカルさんは有名ですよね。ヒカルさんはまさにそれですよ。ですからリザートっていうブランドを立ち上げてね、やった、あれが早い段階からやっておったんで、だからヒカルさんのところは多分再生数が落ちたとしても分かりにならない。あとはもう一つ言うと、もう完全に YouTube 引退するって言ったその同盟組んだレペゼンさんですよね。もうまさにそれで音楽っていうところでそのままついてきてもらう。だから動画長尺のところのところは今逆に240時間で逆ぶり張りをしてもらうのすげえなと思いますけど、逆にそういく、そう今これラストチャンスなんですよね。あの年代同世代のところラスト楽しめる。あれ、あと1年、2年遅いと、もう同世代の人たち、いや、そんな時間ないんで、って言って、見れられなくなっちゃうっていうの、すっげえ、そう、絶妙のタイミング、さ、すげえなと思いました。レペゼンは、もともとね、レペゼンは何でした？あ、そうだ。それこそ、職場の人に教えてもらった。後輩の子にね。まあ、YouTube やっとるんやけど、普段 YouTube って何見とるみたいな話とかをね。まあ、しやすいですよ。やっぱ、YouTuber やってますって言うとね、そういう感じで、若い子とか、話の種もなるんでね。それで、一人ね、レペゼン大好きっていう、もう、ファンの子がおって、ドームのチケットとかも取っとったんやけど、実は炎上騒ぎがあって、ドーム公演が中止になってしまったりって言って、ショックで、ってね、いうようなことがおったんですよ。あ、それな、レペゼンか、って。なんか、その時に、なんかチラッと、チラチラッとなんか名前は聞いたことあったけど、全然、当時はだからレペゼン地球ですよね。ちゃんと聞いたことないなと思ってね。で、まあ、先に音楽聞いたか。音楽聞いたら、いいなってなって。まあ、動画は過激系だったんでね、すげえなーっていう感じだったんですけど、なかなかおじさん初見にはなかなかおっていう感じのね、やつですけどね。まあでも音楽は息のいいって言ったら言い方あれですけどね、息のいい音、生きた音楽ってあるんですよね。もともとそれこそジャンヌ・ダルクとかそういうのも好きだったし、ファナティック・クライシスとかそういった、あとラファエルとかね、あの辺りとか好きだった、系代なんで、結構そのね、ところ、まあ、なんだろう、後の世代だとガゼットかって、あ、でも、だいぶまた、独特の、てか、レペゼンも独特の音なんでね、あれだと思いますけど、っていうような感じで。でも、音楽っていうのは、ずっと聞かれるんですよ。で、それから音楽活動に、ここから、
ここからフライヤーバイするっていうふうに力を入れていくと、当然だって音楽活動でずっと継続して成功する人ってずっと続いてるじゃないですか。もう実績があるわけですよ。で、それこそサザンオールスターズさんだってもう40年とかやってるわけですよ。っていうような、ね、感じでね、実証ついてこれるんですよ、音楽って。で、その音楽の強みを持ってて、それを生かして、さらにそれで海外展開にも仕掛けるぞってやってるっていうところは、すごいですよね。ですから、だからその、まさに情報っていう、その情報を売るって言った時に、音楽っていうのはまさに濃縮で、なんで、メッセージ、音楽、ポエムの、ね、音楽とか詩のね、その濃縮度っていうのは、その5分で全てのね、世界観とか伝える、5分以内で伝えていくわけですよ。ですから合ってるんですよね。でいうのがすげえなーっていうところ。だからレプレゼンさんで、逆にその、服を売るとかっていうような形で持ってきてるヒカルさんとかね。で、同じような流れでいくと、やっぱすごいなっていうのは、東海オンエアさんも、りょうさんね、りょうさんは、で、カフェを作ったじゃないですか。ああいうような感じで行くっていうのが一つあれですよね。あと、東海さんは、やっぱりすげえなと思うのがファンサーですよね。特に哲也さんとかね、結構虫眼鏡さんとかもね、Twitter とかで見てると、やっぱり一緒に写真撮ってくれるとか、そういうのが、そのね、そのファンの人にとっては一緒の思い出になりますからね。で、しかも結構、岡崎っていうのも一つ味噌だったと思いますけどね。これどっかでも行ったと思うけど、東京だったら会わできませんからね。人が多すぎますからね。で、岡崎だったら東京にファンが多かったとしても、岡崎まで来るっていう時点で、ふるいにかけるって言ったら言い方悪いですけど、わざわざ岡崎まで来て観光しようっていう人は、ね、それが、これがね、新宿とかって言ったらね、気軽に行けるからね、東京の人もわーっと行っちゃってね、そんなに写真撮るとかってなったらね、もう、撮影とこじゃなくなるよってね、そういうのがね、なったりとかあると思うんですけど、そこのところは岡崎っていう、ね、ちょうどいい距離なんですよね。名古屋からは近いですけど、大阪からも東京からもね、行こうと思ってね、ちょっと腰を上げないとなかなか行けない距離のところに来てくれる人たちなんだから、当然ある程度洗練されてると言ったらね、言い方あれですけど、になりますから、それはね、ファン対応とかやっておっても成立するんですよね。成り立つんですよね。そういうのもすごい、哲也さんとか、相当、対応してくれる、対応力高い、人なんだなと。でも、長続きする芸人さんって結構その傾向ありますからね。明石家さんまさんとか有名ですもんね。あと、鶴瓶さんもそうなのかな。やっぱし、ファンの人を大切にするって、すごく長い続きする人って、やっぱりそこのところすっごく大事にするし、で、そんな感じでね、一緒に写真撮ってもらった人って絶対ずっと大事にしますから、それが一緒の思い出になって、よりその東海オンエアっていうの、継続性っていうのを高めるんですよね。だから、それのゴンタのものがね、どっかで行ったことあったっけ、坪井のりおさんってね、同じく名古屋で活動してる方で、もうラジオ、オールナイトニッポンやったのが、伝説のオールナイトニッポンですね、放送禁止のやつかけて、なんか、ダムになったとかっていうのとかが、私が生まれるのか、生まれる前かぐらいのところ、1970年のところだから、もう、40年、50年近く、ラジオの大戦でやってる方なんですけど、その方はもう CBC でもうずっと、20年以上、聞けば聞くほどってもう20年以上やってますよね。私が1年目に、大学生の時はもうバリバリもう十何年ってやってた。だからもっと、30年近くやってるのか。っていう番組とかやってる、方がいらっしゃるんですけど、この番組だって月金の帯番組で、朝の9時から12時までだっけ、11時までだっけやってるんですよね。2、3時間やってる。月きっと帯番組ですよ。ね、
何がすごいかって、この坪井のりおさんって全てのお便りを見る、今もやってるみたいですね。だからお便りの紹介料が全然レベチで多いんですよ。なんでかって、もう届いたメールお便り全部見るらしいです。それ専用の時間は絶対取るらしいですね。っていうので有名な方で、で逆に言うと、見ないおたる料理を作るっていう意味がわからないらしいですね、坪井さんの理論だと。でこれはね、私もすごく、すごいなと思うし、うちがこういった活動をするときには、これは絶対覚えとこう。だって、じゃあ1000とか、そんな番組ですが、すごい量が届くわけですよ。それをね、全部読んで、フォルダ分けして、だから、そのお便りを全文も紹介することは、ね、ないんですけど、こういうアーティクルがあります。それに対して、賛成的な意見の人、誰々さん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 、お便りで賛成的、私はいいと思うっていうふうに送ってもらいましたね。誰々さん、誰々さん、誰々さん、それはちょっと違うじゃないのっていう中でも、誰々さんは、と誰々さん、誰々さん、誰々さんは、どっちかっていうと、向きの方がいいよね、っていうような感じの意見で、マルパルさんとかみたいに左の意見っていうような形もあるっていう感じで、全てをお便りで片付け、棄却して、で、しかも、それでラジオネームバーッと読み上げるんですよ。スパチャの読み上げみたいな感じ、スパチャじゃないんですよ。ただの普通のコメントを全て読み上げてるようなもんですよ。VTuber で言うならね。それを30年間ずっとやり続けるんですよ。だからね、本当に読まれるんで、だから、送ったら絶対読んでくれるっていう、もう絶対的信頼感で成り立ってるんで、なんで30年間ずっと送り続けるし、ちょっと10年ぶりになる人、わあ、10年前、あれの記事で送ってくれましたねとかって言って、なるんで、ああ、また復活もするんですよね。すごいなと思って。だから、そういう感じでお便りをしっかりと読む、視聴者さんの声を、ね、しっかりと拾うっていうのは、そういった感じで、それこそファンとの交流をしてるわけですよね。それでもう絶対的に、もう名古屋でももう絶対的な、もうラジオパーソナリティとしての T を確立してるわけですよね。っていうのもあったりします。そういうのもすごいなって思うし、そういうのもまた参考にしていきたいなと思ったりもしますね。っていうところに行くと、そういうところがやっぱ東海オンエアさんも多分 YouTuber の中ではレベチじゃないっていうくらいでやってますよね。で、ヒカルさんなんかは結構動画の収録中に結構ファンと写真撮ったりとかっていうの結構やってますもんね。あとはやっぱでも人気のあるところっていうのはそういうのをしっかりとやってる傾向があるなって。翔さんもね、結構お断りしないといけないところはね、ちょっと写真撮影とかは、ツーショット撮影とかは、お断りしてますとかっていうのはあったりしますけども、ファン交流とか結構大事にしてやってますもんね。っていうところでやっぱり強いところってそうなんですよね。だから逆に言うと、その写真 NG とかって言ってね、撮るのはダメっていうような感じでやってるところって、もし長続きしてるっていうのはあまり聞かない。もちろん職人派なところとはちょっとまた別なんですけど、俳優さんみたいなところとかね、そういったところはまた別なんですけど、基本的にその素を売りにするような職業の場合には、やっぱしそういうのをお断りしていくスタンスってだと、その絶対的な、いわゆるコアコア層とかって呼んだりするんですけど、マーケティング的にはね、の層の獲得に非常にチャンスロスをしてる気はするんですよね。別にどこの、YouTuber さんとかって具体的になんか想定してるわけではないんですけどね。でもいるじゃないですか、そういうような感じでやるところで、やっぱし、長続き、継続的に、サスティナビリティで見ると、ちょっと、大変なのかなっていう感じはしますよね。ですから結局、そういうふうにして、ファン交流とかしっかりとできる、できる環境を作る。だから、岡崎に住み続けるっていうのも一つその環境作りではあるんですよね、東海オンエアは。で、しかもそのところにそのカフェを作って、で、たまにそのカフェに、本人から置いてて、やって、やってる、ファ、
で、コアコアそのファンをしっかりとちゃんと継続させるような取り組みができてるりょうさんとかすげえなと思うし、で、その結果がコーヒー発売とかにもなってますからね、セブンイレブンのね。まあ、これはちょっとまだ今収録時点だとね、成功してるかどうかってちょっとまだわからないんですけど、どういう感じになるのかあれですけど、でもそういうようなところまで、結果的にできてるっていうのがすごいですよね。その時点ですごいなと思いますよね。やっぱそういうのとか大事だよなと思うし、そういうのやってると、ですから変な話、どうなんだろうな、まあ、ファン補正もあると思います。単純にね、東海オンエアファンでもあるからね、その補正もあると思いますけど、東海オンエアだけは YouTube がなくなってもやっていけると思いますもんね。いざ YouTube がなくなってってなったら、でも今入ってなくなったってなったらね、でもなく入ってなくなるまで YouTube やってると思うんですよ、あの感じだと。で、入ってなった時に、じゃあ時間ができるってなったら、多分中京テレビさんとかあの辺りとかが番組作るってなったら、多分名鉄さんとかさ、ね、堺不動産とかあの辺りが動いて、堺不動産ってあれですね、堺総研、オンテックのところですね、とか、ああいったところがね、動いてね、スポンサーとか動いて、他のところとか、企業とかもね、動いて、番組作る、地方でね、ローカル番組作るとかっていうような中では全然、できてもおかしくないですし、まあ、というか別に、今後、今、動画を撮りながらね、そういった番組ができる可能性だって十分あり得ますからね。っていうような展開とかも見える。ですから、YouTube を遊び場にしてる人たちっていうのは、だから YouTube がなくなると本当に大変だと思います。だから、大変、YouTube がなくなったら大変だろうなって思うのは、相馬さんとかそうっすよね。YouTube が完全に遊び場なんですよね。フィッシャーズとかも結構、その傾向あるのは、でも自分たちのまさにアスレチック場を作って遊び場を作ってしまうところまで行っちゃったんで、ある意味その、ロジック、罠っていうかな、トラップからは一つ頭抜け出したのかなんですけど、似たような感じでやっておって、そこまで突き抜けられてない YouTuber さん大多数ですから、そこは大変だと思います。まあ、逆に言うと、地方で活動してる人だったら、そこのところで掴める。だからね、大阪とかだとね、それ以外の芸人さんのファイターとかもすげえ多いから、またちょっと大変かなと思いますけど、岡崎はちょうどないですもんね。で、名古屋で仕事もできるしっていうね、ところとかもあったりするんで。で、何よりも、だから、で、東海オンエアだけは、遊び場は YouTube じゃなくて遊び場は岡崎なんでね、これはもう圧倒的に強いですよね。YouTube っていうメディアがなくなったって、遊び場は、YouTube がなくなる確率と、というか、オワコンになる確率と、岡崎市が滅びる確率と言ったら、絶対的に岡崎市が滅びる確率の方が低いわけですからね。だから行政案件が強いっていうのは、そのあたりもあったりするんですけど、まあ、そういう意味でいくと、すごい、うまいこと噛み合ったところなんだろうなと思うし、だから、そういうような感じで、もう、次元が違う、ね、その軸が違うんで、だから、その YouTube の再生数云々、まあ、もともと気にしてないですしね、そんなに、まあ、さすがに去年の上休みの時はガクンと落ちたとかね、あれましたけど、っていうのがあったりするんで、そこら辺はもう、もともとベクトルが違うっていうところなのかなっていう感じもあったりしますけどね。まあ、どちらにしろ、まあ、今後、どれ、ですから、この半年後ですね、1月から6月でどういうような製品再生になってくるかっていうので、まあ、でも、絶対的にやはりこれからは、その世代のところはもう何して、今、どんどんみんな子供が生まれてて、ね、特にこの子育て、ね、5歳未満のところ、大変ですから、ちっちゃい子供大変ですから、っていうところが、に入ってくるんで、今、少年版少年版です。全体的にその、YouTuber として活動してきたところで、今後、新世代 YouTuber って呼ばれるところは、で、今、学生の子たち、10代に、後半から20代のところが、は、掴めてる人たちっていうのは、これからですね、就職とかそういうようなところの、
1回目のその、あの、ふるいかけられるじゃないですか。でいったところで、どれぐらい残ってもらえるのかっていうところで、なるのが大事なのかなと思います。まあ、あとはもう、あの、再生数のロジックのところの話ですけどね、実際じゃあ再生数が100万再生とか150とかって、わーって、ね、もう数字でわーって言ってますけど、あれ、果たしてその、見てる視聴者の数が絶対数はどれくらいなのかなっていうのはちょっと疑問ではあります。特にあの長尺で1時間以上の動画をやってるところはね、100万再生だったら100万人が見てるかといったらそういうわけじゃなくて、単純にぶつ切りになってる。前もどっかで言ったと思いますけど、一人の人がぶつ切りで3回20分を3回に分けてみたら3再生になるっていう、そういうロジックなんじゃないかなと思います。だったらね、東海オンエアみたいに20分の動画でしかも1回再生されるって言っても、3回リピートでもう1回あの動画見ようって言って見てもらうのと、その単純に1時間の動画を3分割で見るっていうのでは、実はその内容が変わってくるんですよね。ただこれはもう数字で表れないところなんで表しようがないんですけど、っていうふうに見てみると、長尺動画で、東海オンエアよりちょっと再生数が多いよっていうのだと、果たして継続性っていったところにどうなのかっていうところは結構疑問はあるんですよ。まあだから多分あの光さんとかは、そのリザードの発売とかそういったところ力入れてるっていうのは多分わかる。そのあたりとかもちゃんと想定に入ってるからっていうのはあると思いますよね。うん、逆にそのいた服とかって身につけるものでそういうのがあると絶対リザード1個でも光さんになるじゃないですかっていう、そのがあるんで、覚えてもらうファンに、お、あの、思い出させやすい環境を作る、こっちにもできるんで、これはまあ大事なところなんですよね。うん、継続性っていうところでいくとね、やっぱ習慣化されから外れちゃうと、そこからもう一回戻ってきてもらうのなかなか大変ですからねっていうところです。通過してますよ。3年くらい投稿を開けたら、あの、ざまでしたからね、動画投稿、うちのところが、その、悪しき前例になってるわけでございますよ。はい。っていうような感じかな。まあ、あとは、まあ、特に話すことはないのかな。まあ、そんな感じ。まあ、一回ちゃんとまとめて、データまとめて、1月、ちょっと正月、頑張って資料作って、そこはしっかりと解析したいと思います。まあ、今回はね、あくまでもつまらない、つまらない話なんでね、もう特になんか資料を見るでもなく、適当に喋ってみました。まあ、こんなところかな。そういうところでいくと、まあ、あの、でもただ単純に再生回数がどかどか落ちてるところが多いというのは、あの、そのふるいの一つではあると思います。あの、結局今まで、あの、だから東海さんとかがその辺減ってない理由は、あの、一番手だからっていうことなんもあると思います。うん、で今の話のところだと、単純にね、その見る時間が減って東海をオンエアをね、見る時間が減ってるっていうのもあると思うんですけど、ただ東海に関しては、あとはもう一つは、あの、切り抜きチャンネルがすっごいコンテンツ充実してるんで、そこのところに流れてるっていうのもあると思うんですよ。見返したい時に名シーン集とかって言ってね、それ見たらわーってなるんで、だから東海の切り抜きなんで100万再生ザラであるじゃないですか。そういうことはそういうことなんです。うん、そっちの方でね、そうできてるんで、結局東海の中で、結局自社完結はしてるんで、あの、公認切り抜きはもう実写完結と思って言っていいですからね。うん、で、ね、出てくる出演の人もね、その他の YouTuber が出てこないって言ってますけど、結局幸男さんとか入口さんとかね、あの、マスルハンとかあのもう実写完結ができる環境がしっかりと整ってて、しかもバックグラウンドもしっかりと整ってるっていうところがあるんでね、全然ちょっと東海さんだけはちょっとレベル的に話が違うのかなと思います。まあ、他のところもね、あの、切り抜きとかいっぱいできてますけど、やっぱ東海の切り抜きの再生数ちょっと、あの、総数異常ですもんね。うん、ってことはそういうのもあると思うんですよ。で、いうところで、何かじゃあ、どこら辺がきついのかななんていうと、だから今、相馬さんとかも置かれてる立場だと思うし、今、如実に出てるのはラファエルさんとか、柴田さんですよね。
のところが、どうして、再生数が、わー、全然伸びんと、わー、わー、わーってなって、オワコンだとかってなってるっていうのは、結局、一番点として柴田を見ようっていう人がどれぐらいいたのかっていうところなんですよね。うん、だから、20代前半の時っていうのは、時間があります。まあ、それこそ、じゃあ、例えば、YouTube を見る時間が2時間あったとしましょう。まあ、3時間とあったとしましょうか。あるとね、まあ、東海オンエアの動画、一番最初に見たい動画のところが第一を占めますよね。で、2位、3位とか、4位とかこれも全然終えるわけですよ。うん。っていうふうになってきたときに、ところが仕事が忙しくなったりとかしてね、なってくると、その時間が3時間から2時間に減りましたってなると、当然一番見たい東海オンエアとかフィッシャーズとか残るわけですよね。で、もう、他のチャンネルそんなに見れなくなっちゃったよねっていうのが出てくるんですよ。そこのところで、例えばもう仕事がどんどん忙しくなってくる、30代とかになってくると、もう1時間も見てられないかもしれない。ね、YouTube に当てられる時間がね。ってなった時に最後、でも東海だけは見ようって残るわけですよ。ってなったのが多分東海オンエアだと思うんですよ。だから東海オンエア強いんですよ。だけど、その段階で、じゃあ、例えば、ヒキトラとかっていうのは、一番手として、絶対、いや、東海は見ないけど、絶対、ヒキトラ見ようっていう人たちがどれくらいいたのかっていうところが、結局、その、味噌になってきたのかなっていうところなんですよ。で、そういうところに、じゃあ、どのチャンネル、もう世界中でもうこれしか見えないよってなったら、どこを見るってなった時に、キュッキュッキュッってこう、山の頂点にね、残ってるのが、結局、東海ヒカキンさんとか、東海さんとか、ヒカキンさんとか、はじめさんとかね。うん、フィッシャーズもあるのかな、うん、で、いう感じ。で、で、ヒカルさんとも、もう全然別の地方にね、一つの山を築いてるわけですよ。まあそういう意味で言うと、翔さんとかも持ってるから、絶対的に数字が崩れないところってのはそういうことだと思います。逆に言うと、そういったところの頂きにないところ、一番手じゃなかったところっていうのが、どんどんと、行かれなくなってくるのかなというところですね。特にその視聴者層がだんだん自分の年齢が上がるにつれて、視聴者層もちょっとずつ上がっていくと、そのふるいにかけられてしまう。これはね、でも視聴者はかけざるを得ないですよね。だって子供子育てしないといけないですもん。会社で課長になったら、そりゃ残業対応とかしないといけなくなっちゃうんですもん。うん、責任ある立場になってね、工場にトラブル起こりましたって言ったら、行かないといけないわけですよ。ね、営業とかででかい話、責任者になりましたって言ったら、そのプロジェクトをまとめないといけないわけですよ。っていうふうになったらね、当然、で、最後に残る、最後でも一本だけ見る時間しかないってなった時に、だから星の声みたいな感じですよ、星の声って。ね、最後ね、に届くメッセージみたいな、そんな感じ。ちょっと違うか。だいぶ違ったけどね、そういうような感じで、あるから、そこの頂きのところであれですけど、だから逆に言うと、じゃあ、例えば2000再生とか3000再生に落ちましたって言った時に、でもその3000に残ってくれたファンは本当のファンやと思って、ちゃんとそこに対してフィードバックしていく活動をしてると、絶対最後、あ、応援しててよかったって言って、最後また、あ、で、活動しとったんやって言って戻ってきてくれるタイミングって、40とか超えてくると、ちょっと増えてきたりしますかね。それこそ子育てが一旦落ち着いたりとかね、いうような時に戻ってくれる場所として、やるためには継続して活動するっていうのが大事になってくるんですよね。だから、例えばその継続してたから、結局その継続してるし、戻ってくるしって言って、サイクル成り立ってたのはタモリさんですよ。まさにタモリさんの番組になってそうですよ。いいともがもういい例ですけど、タモリクラブの方がいい例かもしれないな。っていう感じで、結局40年とかサイクルで残ってくっていうことができるわけですよね。そういうような感じだから、継続しとくっていうのが大事になってくるんじゃないかなと思います。特に登録者がいたけど、今ね、もう全然見られなくなったっていうところでは、でも、登録は化石のように残ってるんで、それがずっとね、続けておくと、だから今、30の人たちで落ちてきてるっていうところは厳しいなっていうところは、今、踏ん張り時で、また38、40超えてきたくらいから、また一つ花が咲くかもしれない。逆に言うと、だからその50とか超えてくると落ち着いてくる人がいる。
その50度層でがっつりと今復活して戻してるのがエカチャンネルなんですよ。だからエカちゃんのファンは絶対エカちゃん見るんですよ。あの周りでもやっぱりね、 YouTube あんまり見ないけど、俺ら世代から上の先輩とかにも YouTube なんかすると、あでもエカちゃんだけは絶対見るっていう人いっぱいいる周りで。やっぱうん、でエカちゃんの話題はもうエカちゃんしか作れないし、まあ最近は言うて昔みたいに過激なことはエカチャンネルね減っちゃってるけど、あのまあ昔のそういうことはうちらとかね、うちら上の世代っていうのはもう本当にお尻にね、粉を白い粉を突っ込んで、ブーンと吹かしてアナルという気の情報とかやってたね時代とか知ってますからね、うんうん、もう本当にあのすごい、話もいざしでも、女の子を追いかけ回すとかね、そういったのも当たり前のように、しかも生放送やってたりしますからね、めちゃくちゃ大変だよ、今考えると。っていうようなね、こととかをね、逆転してるんですけど、まあ、逆に言えばね、もう、エカちゃんに関しては、もう絶対的らしいんだよ、だから50代の人たちで、ネットフリックスとか行ってた人でも、いや、エガちゃんだけは、エガちゃんファンはエガちゃんだけは見よう。これ継続してやってた証なんですよね。うん。それが今、花開いてる。だからそういう風になってくっていうビジョンを見てたっていうのも大きいと思いますけどね。うん。まあ結果的にそれが YouTube じゃないかもしれませんよ。20年後とかにはね。うん。ですからね。活動を何かしら継続すると、そういう風につながってくるんじゃないかなって思います。っていう感じかな。まあ40なんでね、まあうちも言って暗中模索なんでね、まあ全然一山も当てれてない人間が言うのもなんなんですけどね、まあ、そういう感じの傾向なんじゃないかなと思います。一応マーケティングとかやってる人間なんでね、動画の方は伸びてないけど、うん、まあそういうような感じで見ていただいてないかなっていう意味でいくと、ちょっとそういった時にね継続性を持たせるための頻度っていうのは多分ね、うちのチャンネルに隠されています。うちのチャンネルってもう他のところと全然違うことやっとったらつまらんよって散々言われてるでしょ。うん、ですけど、ある意味でそのサステナブルに続けるためのノウハウっていうのは、いろいろとロジックを潜ませながらやってますんでね。それこそだから20代の時は40分の動画作ってる、まだ当時、23分の動画とかばっかしの時代にね、40分のトーク動画とか作ってみてとかって。一応整形性はあると思ってるんでね。そこのところ意外と私、ハズさん自信あるんでね、多分10年後には、あれですよ、これ予言じゃないですけど、今から10年後、20年後には、うちみたいにシリーズものみたいなの増えてると思いますよ。長尺の動画減ってると思いますよ。うん、長尺で成功する人って少ないですからね。そう思う、という感じでございます。まあ、こんな感じのところかな。眠くなってきたし、そうそう寝ようと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。